はい、皆さん、こんにちは、ゆきです。今回もですね、またこのフローレンス、続きをやっていこうかなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いいたします。じゃあ、やっていきましょう。スタート。チャプター選択。で、前回ね、こう、もう付き合い始めで最初にデートをしたんですけどね、もうものすごいそれがうまくいって、その続きになるんですけども、マックさん、夢。夢ってどういうことかな？あ、なんか、あ、これ、最初になんかフローレンス用がクリッシュを見つけた時もこんな感じだったけど、改めてクリッシュが演奏しているところにこのフローレンスが来たのかな。じゃあ続きやっていきましょう。右マークの矢印を書いて、これはなんだ、あ、今までは下にスライドしていたけど今回上にスライドするんだ。なんかこれクリッシュが何か喋ってますけど、これ何かな、モヤモヤみたいな吹き出しがあるけど、これなんか、あ、タップっていうかスライドしたらこのなんかモヤモヤが消えるんだ。なんかこれを消していったら、あ、なんか、あ、これ、クリッシュが言ってることの会話かな、これは。なんかこれなんだろう。あ、なんかステージに立って演奏をしているクリッシュのシーンがありますけど、なんかこういうことがずっとしたいと思っていたのかな、クリッシュは。あ、またなんかあるね、これ、吹き出しのモヤモヤを。じゃあ消していきましょうか。言ってることがわかるんだよね、これ。あ、なんかグラサンかけてカッコつけてるけど。これは何かな？あ、なんか、レコードってやつかな、これは。この大きさだったら CD とかではないですよね。あ、なんか、それで、自分のなんかレコードを出したいみたいな。出してなんかぜひ大勢の方に聞いていただきたい、聞いていただきたいみたいなことかな。でもなんかグラサンつけてカッコつけてるのがちょっとあれだよね、なんか。ミーハーっていうかね、なんかミーハーって言葉最近使わないですけどね。なんか軽い感じがするけどね、なんか。でも、あ、これでなんか、フローレンスが電車に乗ってますけど、右の矢印をタップして、あ、また相変わらずね、寝る前に自分の家の、あれかな？お手洗い、お手洗いじゃないか、洗面台で歯ブラシをしてますけど、あ、なんか、これでまたなんか自分の前、見つけたピンクの箱から、思い出のね、この蝶々の紙？なんか、折り紙か、絵を描いたのか、そんな感じのね、あのフローレンス用がちっちゃい頃に描いた絵を見て、あ、鏡を見てる。これも何するのかな。あ、これ以上進まないですけど、これも何かタップしたらいいのかな。あ、これ鏡をスライドしたら、あ、さっきのクリッシュの吹き出しみたいになんか現れてきますね。あ、なんかすごい、ちょっと今この感じだと鏡の中のフローレンスがめっちゃ笑ってるね。現実のフローレンスはちょっと真顔ですけど、これも下の方までタップしていったら、あ、なんか絵を描いてる。あ、なんか、あ、これがもしかしたらフローレンスの最初の頃のなんか思い出っていうか夢だったのかな、この絵を描くっていうのが。へえ、これはすごいちょっと面白いですよね、なんかすごい。あ、で、これで終わっちゃうんだ。え、なんか自分の夢をまた、あれかな、見ることになったんだね、これ。じゃあこれからまた続きが気になりますけども。今回はね、またこの辺にして終わりにしようかなと思っております。それじゃあ皆さんご視聴いただいてありがとうございました。それじゃあ